三条団体の皆さん、そしてまた近畿ジェットスポーツ連盟並びにスタッフの皆さん、そしてこの講演、また講演をいただきました大阪府の関係者皆様方に感謝をしながら、2日間良い大会をしてまいりますので、皆様ご協力をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。引き続きまして共催となっておりますアクアファイクの主催でおりまして日本パワーボート協会の小島松久会長よりも言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。今年は特殊な平成から、大戦が始まり、令和で、今回が最終戦と聞いております。徐々に我々もジェットの皆さんと、徐々に交流も始まって、顔見知りの方も、徐々に出てきております。また我々の協会も、少しでも楽しく、レースやっていただくように努力をしてまいりますので、今後ともまたよろしくお願いします。また今日明日は天気に恵まれて、今年は前半が雨が多くて、ボートのレースも、この間の台風で、千葉県のレースは、延期になって、10月に延ばしている部分もありますけれども、今回に限っては、2日間天気になりそうで本当に喜んでおります。どうも怪我のないように、頑張ってもらいますようにお願いいたします。どうもありがとうございます。そしてご協力いただいております大阪府マリンスポーツ普及協会の会長で、大阪市議会議員でいらっしゃいます竹下隆様もお忙しい中来ていただいておりますので、一言頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。竹下です。本当にね、いいお天気に恵まれまして、本日と明日と、大会が開かれることを、心よりお喜び申し上げます。海の上ではね、こうして皆さんが、盛り上げていただいているわけですけども、本日と明日とまた岸和田の方でも大きなお祭りやっております。大阪を代表するね、だんじり祭りというのも、開催されています。岸和田のお祭りに負けないぐらい、こちらも、盛り上げていっていただけたらなと考えております。頑張ってください。そしてまた本日こちらへ、各方面から集まってきていただきました、レースチーム関係者の皆様、また選手皆さん、本当にね、最後まで楽しんで、怪我ないようにだけ、頑張っていただきたいと思います。最後になりますが、本日、ご参加の皆様の、これからの今からの検討と、そして各種団体の、ますますの発展、記念いたしまして、簡単ではございますが、ご挨拶といたします。皆さん頑張ってください。どうもありがとうございます。そしてここでですね、祝電の方届いておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。大会ご開催にあたりお祝いを申し上げます。皆様方お一人お一人の誠実なる実践により、今日のこのご流星を見ましたこと敬服しております。目標が着実に達成されますよう記念いたします。群馬県マリンスポーツ連盟は、会長の笹川和弘様からもいただいております。以上をもちまして、暑いですからね、開会式の方は終了とさせていただきます。この後は、それぞれクローズド、そして、フリースタイルに分かれましてライダースミーティングを行いたいと思います。クローズドの皆様方はこちらの方にお集まりください。そしてフリースタイラーの方々は大会の受付をやりましたテントの方にご集合いただきたいと思います。なお予定ではこの後皆様方に8時半から練習走行となっておりますが、9時から練習走行を始めさせていただく予定となっております。できるだけ皆様方の方に、進行具合をですね、放送を通してお伝えしたいと思っております。ヒート数などもですね、少なくなっておりますが、確認の上遅れないようにご準備だけお願いいたします。それでは開会式終わりまして、引き続きライダースミーティングへとお座っていただきます。では選手の皆様方、クローズドはこちらの方に、フリースタイルは大会受付をやりましたところにお集まりください。
入れず、あるいは一緒には回りづらい。まあ、はい、一応最終ラップまでの間で回っていただいたらいいようになっておりますので、1周目は事故を防ぐためにレーザーを回らないでください。はい、いいですか。で、部位がね、補足しておきますと、この部位は赤のおにぎりと黄色の抱き合わせになっております。で、1周目アウトコースと、ここの部位飛ばすわけなんですけど、これ黄色の抱き合わせになっておりますから、お間違いのないようにお願いします。で、ここは真っ白ですね。で、アウト側は緑になっておりますのでお願いします。で、昨日、非常に多かったのが、右回面の、選択、この選択部位ですね。選択部位から結局アウトコースとインコースに分かれられるんですけど、このアウトコースに入った方がそのままこの赤を回られる方が多かったので、その辺お間違いのないように、必ずアウトコースはアウトコースの赤を回ってください。でないとミスコースになってしまいますので、残念な結果になってしまう可能性がありますから、よろしくお願いいたします。はい、他何かあるでしょうか。質問ないですか。よろしいですか。はい、ダブルチョイスになってますから、皆さんくれぐれもコースの間違いのないようにお願いしたいと思います。はい、それではね、今から向こうのテントの方で、皆さん抽選に行っていただいて、無事からフラックスをスタートしたいと思います。お願いします。あのところやめます。これ